宮本晋也、宮本晋也、宮本晋也、1970年11月5日台は、大阪府水田市出身の元プロ野球選手、内野手、プロ野球コーチ、元日本プロ野球選手会会長。現役時代には一貫して、ヤクルトスワローズ東京をヤクルトスワローズに在籍、アテネオリンピック野球日本代表、北京オリンピック野球日本代表、 ではキャプテンを務め、カラ、現役最終年のまでは、一軍のコーチも兼務した。カラは、日韓スポーツの野球評論家や、NHK の野球解説者として活動し、2018年からは東京ヤクルトスワローズの一軍ヘッドコーチに就任。小学3年の時に、南式野球チームに入る。4年の時に5年のチームに抜擢され、5年から投手を務める。 宮本は父親が長島修行の大ファンだった影響もあり、小学校の卒業文集には将来の夢はプロ野球選手で巨人に入りたいと書いていた。中学ではシニアリーグのチームに入るが練習で3球投げたところで投手は無理とみなされ内野を守ることになる。小柄だったため無理にでも食べるよう父親に言われ、実行した結果、 三年になって、急激に身長が伸びた。二類種として出場した全国大会では、決勝で敗れたものの、そこでのプレーが、PL 学園関係者の目に留まり、受験を進められる。進学した、PL 学園では一学年上に、辰波和義や片岡敦志らがいた。体格では劣るため守備力で、遊撃種のレギュラーを取ろうと考え、 同じ遊劇種の中村順次監督に指導を受け、夜も一人で練習を続けた。その練習は、ボールの動きを想定したもので、ボールに向かって走り、取って投げるという動作を繰り返した。優勝した1987年の第69回全国高等学校野球選手権大会には、チーム唯一の2年生として出場。決勝戦では三塁手として、先発出場し、 安打も放った。3年になると、大学や社会人野球チームから勧誘を受け、その中でも早くから誘われていた同志社大学に進む道を選ぶ。関西学生リーグでは1990年春季のリーグ戦で首位打者になる。リーグ通算83試合出場28、282打数88安打、打率3123本塁打。 4年になるといくつかのプロ球団からドラフト指名の挨拶を受ける、いずれも4位か5位での指名というものだった。同大の野口真一監督から、社会人野球で力をつけてから、プロ入りした方が良い。一般社会での経験もプラスになるとのアドバイスを受け、プリンスホテルに入社。野球のオフシーズンには、ホテル従業員としての仕事もこなした。のドラフト会議前に、 ヤクルトスワローズの逆指名を表明。ドラフトではヤクルトが2指名で交渉権を獲得し、契約金1億円、年俸1200万円、金額は推定で入団した。なお、入団時に背番号5と6が提示されたが、当時ヤクルトスワローズを物体とした映画ヒーローインタビューを見ていたため、映画の主人公がつけていた6を選んだ。に目をつぶってくれるなら、 いい選手がいますとスカウトだった片岡幸優が野村克也に古田敦也と共に推薦したとされる。1年目の主に二類種の守備固めとして出場。日本シリーズにも全試合途中出場を果たしている。2番、池山龍館に代わって遊撃手として出場するようになり、シーズン後半には完全に固定されたが、ヤクルトの野手陣の層の厚さから8番を務めることが、 多かった。2は、ゴールデングラブ賞を受賞する。同年オフに経営コンサルタントの誘いに乗り、脱税行為をしていたことが発覚し刑事告発を受ける。判決公判で、懲役10ヶ月、執行猶予3年、罰金350万円の有罪判決が言い渡され、コミッショナーからはの開幕日から4週間の出場停止と制裁金100万円の処分を受けた。 球団は開幕前日に代役として、日本ハムファイターズから白石のりゆきを獲得した。交換要因は、保守の野口事項。出場停止処分が明けた後は、レギュラーとして出場した。入団当初の監督だった野村克也に厳しく指導されたため、野村に早く監督を辞めてほしいと思っていたという。 のキャンプで臨時コーチを務めた中西太氏からアドバイスを受けて努力した結果、2番としての出場も多くなり、に初めて打率3割を記録した。後に、プロ通算2000本安打を達成した際に、通算300本ぐらいの時に中西太志さんと出会った。それがなければ2000本になんて到底届かなかったと思いますと語っている。 2は2番脱車として固定され67ギダで、シーズン最多ギダの日本記録を打ち立てるなど、ヤクルトの日本一に貢献。ちなみに、シーズン67ギダは、世界大記録でもある。2レれ、チャップマンがメアリーグベースボールのシーズン、最多ギダ記録67を受立。1999年から2003年まで5年連続で、ゴールデングラブ賞を受賞した。 のアテネオリンピック野球日本代表では予選より長嶋茂雄代表監督よりキャプテンの指名を受け予選では普段守らないにいる一種のポジションを危なげなくこなした予選前のミーティングでこれは一生懸命やって負けたから仕方ないという戦いじゃない絶対勝つんだとインをこぶ地元開催に加え今回からメンバー全員がプロで構成され アマチュア選手の夢を奪っていることにもなるので、負ければ、アマチュア球界にも顔が向けられないからと語っている。ちなみに、予選突破を決めた後のシャンパンファイトでは、負けなくてよかったねとも言っている。オリンピックでは、遊撃手としての守備、走塁も、去ることながら、チームトップの打率5割と大活躍し、長島ジャパンを牽引した。1番打者に指名されるが、2番を打っていた。 青木戦後矢が台頭したため入れ替わりで2番に戻る。同年オフ、日本プロ野球選手会会長だった古田敦也が選手兼任監督になったため会長職を引き継がれた。WBC 代表にも井口忠人の代表辞退後に追加選出された。出場要請は大好きなパチンコをしている最中だったという。この時の背番号は、 田村ひとしと重複のため十番をつけた。準決勝の韓国戦では代打として結果を残し、その後の守備では本職ではない三塁手として出場した、守備機会はなし。決勝のキューバ戦ではその試合で二度失策をした川崎宗則に代わり、九回に本職である遊撃手として出場した。ただし宮本への交代は、前の攻撃の回で川崎がホームへ生還した際、 右肘を痛めたためであり、失策が原因で交代したわけではない。シーズンでは、開幕から好調だったものの、怪我での二度の離脱により73試合出場に、とどまる。テウスナヤシュのリーダーとしても期待され、これまでの出塁、新塁役から、奏者を返す役割を期待されることも多くなり5番や6番での出場が多くなった。その重圧にも負けず3割5本塁打の活躍。 しかし、この年の巨人の優勝決定試合では、巨人の一打サヨナラのチャンスにおいて、清水高行のゴロを取った後に一塁へ悪送球をしてしまい、優勝を決定させるサヨナラタイムリーエラーを犯してしまった。シーズンオフには再び、日本代表のキャプテンに指名され、チーム首脳陣と選手をつなぐ重要な役割を果たした。星野仙一監督からは、成績に関係なく、 代表に選ぶつもりだったと絶大な信頼を寄せられており、またナインからも監督の次に胴上げされている。契約公開では、球団社長にスコアラーの増強や二軍室内練習場の早期設置など、チーム強化を直訴した。はシーズン途中から三塁手にコンバートされる。北京オリンピック野球日本代表では、前回のアテネに続きキャプテンとして、 チームを牽引資金メダル獲得を目指したが4位に終わり、キャプテンとて責任を感じると涙で敗戦の弁を語った。シーズンオフの契約公開で39歳の2010年のシーズンまで年俸2億2000万円をベースに、各年最大8000万円の出来高で合意した金額は推定。また将来の監督候補のため来シーズンから高知県人で指導者としての 第一歩を踏み始めることになった。ちなみに幅広く経験を積むために、打撃や守備、走塁などの担当部門に分けず、すべてを指導していくこととなった。コーチ就任により3年続けてきた、日本プロ野球選手会会長職は同年オフ、荒井隆弘に譲っている。三塁手に固定されたが、他の選手の故障などで遊撃を守ることもあった。打順は主に六番だったが、 青木戦親の不調時には様々な打順をこなした。三類種で守備率993を記録し、三類種として初めてゴールデングラブ賞を受賞し、遊撃手での受賞と合わせると7度目の受賞となった。前年とほぼ同じ起用となった。前年に続き2年連続で2度目の三類種部門でのゴールデングラブ賞を受賞したが、この年は 玉足の速い打球やイレギュラーバウンドの処理に苦しむ場面が多く見れ、1996年以来の2桁失策を記録。守備率も959と前年から4分近く数字を落とした。開幕から16試合で14アンダを記録し、4月の月間最多アンダ22本最高打率400を記録し、初めて月間 MVP を受賞。 40歳5ヶ月での初受賞は、リーグ最年長記録となった。133試合に出場し、打率は3年ぶりの3割となる。302を記録。41歳になる年での打率3割超えは、史上4人目の記録となった。守っても292回の守備機会で失策をわずか一つに、抑え守備率。997を記録し、三塁手の守備率の、 プロ野球新記録を更新した。また、自身初のベストナインと3年連続のゴールデングラブ賞を受賞、いずれも三類種として、40歳11ヶ月でのベストナイン受賞はセリーグ史上最年長、ゴールデングラブ賞受賞はプロ野球史上最年長記録である。37三振は前年の31に続き2年連続セリーグの規定打席到達者の中では最位であった。 5月1日の横浜 DNA ベイスターズ戦の3回裏に失策をしてしまい、3塁手の連続守備機械無失策のセリーグ記録が257で途切れた。5月4日の広島東洋カープ戦、当主、福井優也でプロ通算2000本安打を達成した。41歳5ヶ月での達成は、41歳4ヶ月で、 達成した、落合博光の記録を抜く最年長記録であり、大学卒、社会人を経ての2000本安打は、かつてチームメイトであった、古田敦也に次いで二人目である。また、2000本安打到達時点での通算本塁打数59本も、荒井博正の86本を下回る、最小記録となった。さらに、1976試合目での2000本安打達成は、 ヤクルトに同期入団し、宮本より6日早く達成した、稲葉敦式と同じ試合数である。9月26日に、史上3人目となる通算400ギダを達成した。迷宮会入りした打者で通算400ギダを達成したのは宮本が初めてである。10月22日、来シーズンより選手権認コーチになることが発表された。7月以降は、 代打での出場が多くなっていた。8月25日に今季限りで現役引退することが報道され、翌26日に正式に今季限りでの現役引退を表明し、理由についてレギュラーで出られないのは低かなと感じたと述べた。10月4日の大半新戦、神宮が引退試合となり、2番遊撃手で先発出場。5打席無安打に終わっているが、 11回裏には、あわやさよなら本部イかという大飛球を放つなど、延べ12回まで出場した。試合後には引退セレモニーが行われている。翌5日に登録抹消され、残り試合をコーチとして帯同し、シーズン最終戦の10月8日の対巨人戦、東京ドームの試合後に、両チーム選手による胴上げが行われている。11月26日に、任意引退選手工事。 からは日韓スポーツの野球評論家や NHK の野球解説者に転身。同年1月21日には、プロ野球経験者の代表、堀内恒夫、元巨人投手、コーチ、一軍監督、参議院議員の公認扱いで日本野球機構の調査委員へ就任することが理事会で承認された。 10月5日に発表された巨人の福田里氏の野球賭博関与問題について NPB 調査委員会として関与する。弁護士が中心の調査委員会にあって選手経験者として大きな役割を担う。の学生野球資格回復研修を受講した上で翌2月7日に日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより 学生野球選手への指導が可能となる。2017年10月6日、2018シーズンからの一軍ヘッドコーチ就任が発表される。背番号は86。名球会入りしている打者で、通算2000本アンダー、400ギダを記録している、唯一の選手である、2012年9月26日時点。ゴールデングラブ賞を遊撃手部門で6回。 三塁手部門で4回獲得。週刊ベースボール実施の9回200人が選んだ。内野守備ランキングにおいて遊撃手1位に選出されている。プライベートではアダルトビデオ、AV 好き。過去にはテレビ出演の際、会ってみたい女優というテーマに対し、及川なお、麻吹系と星野光等の複数の AV 女優の名前を挙げたことが、あ、同じく AV 好きで、 知られる、松井秀喜が、あの人はすごい人と舌を巻いたほど、2003年には、アテネ五輪の日本代表合宿で、大量の AV を持ち込みたの選手に配ったこともある。フランク・ミュラーの腕時計を好み、後輩の選手が、プロ初安打を記録した際には、同ブランドの時計を送ることが恒例となっていた。自身の2000本安打の際には、高校時代の同級生の時計師と組み、 後年、商標権侵害で訴訟にまで発展した、フランクミューラというパロデューで時計を立ち上げさせ、関係者に配ったこともある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。